広瀬すずさんは1998年6月19日生まれ、静岡県静岡市出身の女優です。静岡市在住の広瀬すずさんは、モデルでタレントの姉、広瀬アリスさんから4年後に妊娠。広瀬は、妹のアリスの近くで和風雑誌セブンティーンのモデルとして登場。彼女は、名誉ある映画、私たちの若い兄弟のエンターテイナーの集まりに出演した時に悪評を博しました。この映画は、第39回日本協会映画賞で年間最優秀作品賞を受賞しました。映画のための彼女の仕事は、彼女に同様の機能で初心者の助成金を集めました。この映画は、2015年のカンヌ国際映画祭でも同様にパルムドールに選ばれました。2017年、広瀬は映画、3度目の殺人に出演し、大きな成果を上げました。彼女は彼女の仕事で第41回国際交流基金映画賞で最優秀助演、エンターテイナー賞を受賞し、映画は同様のサービスで同様に今年のイメージ賞を受賞しました。この映画は第74回ベニスグローバル映画祭の主要なコンテスト部門にも選ばれました。彼女は映画業界で勝利を収めた驚くほどリアルな3本の映画、ちはやふるの主役に選ばれました。第40回国際交流基金映画賞、ちはやふる前編、第44回国際交流基金映画賞、まだ死んでいないで、国際交流基金映画賞本職芸人展優秀作品賞を2度受賞。広瀬は NHK の第100回朝ドラ、夏空のチャンピオンを演じた6。彼女は2013年頃から様々なプラグインに登場し、最も支持されている VIP の様々な調査を一貫して打ち負かしています。広瀬は、山猫怪盗、2016、やネメシス、2021など、様々なテレビドラマに出演しました。さよならの朝で第45回国際交流基金映画賞助演男優賞受賞。